はい、皆さんおはようございます。ねえ、せっかくいい天気なんだけどさ。あ、そうだな。いつもこのね、天気の話するとさ、収録して天気言ってるんだけど、ほら、編集とかでね、時間かかっちゃってさ、その日にあげられない場合があるわけよ。そうするとさ、外雨なのにさ、いい天気だとか、ね、外雨な、外がさ、ね、その、晴れてるのに、いや今日はひどい雨でとか言ってることあるからね、それちょっとね、収録してるのとね、こう出す時差があることがあるので、ね、ぜひそこはあんまり細かいこと気にしないでいただきたいなと思いますね。この間ちょっとさ、ある方がさ、ね、僕のその何、まあ、こっちにね、その、まあ、故郷があるらしいんだよね。で、僕のあれをこの YouTube を見ててくれて、でもう倉石さんのそのね、配信によって、三崎のお天気が分かるのでありがたいですねって書いてあったけどさ、それ違う時あるからね、ごめんなさいね。ということで、今日はなんだ、そうそうそう、ね、今さ、アメリカのね、債務上限問題あるじゃない、もうピタッと終わっちゃったら、なんで、ね、もうなんとかな、これってさ、僕が一番怖いことだなと思ってるわけ。なんてかっていうと、先送りになったでしょ？でね、まあ、この間ね、僕もセミナーでお話したんだけど、このね、債務上限問題ってずっと右肩上がりに上がっちゃってるのね。で、2021年の8月1日は、ね、ここでアメリカの債務上限問題で、28兆5000億ドルに設定されたわけ。ね、で、それで国債の発行残高っていうのは、まあ、28兆、4600億ドルで、もう上限がさ、ある程度、ね、もう近い状態になってるわけだよね。で、そこでは、じゃあ、その後に、ね、その、まあ、バイデンがね、とかが、じゃあ、それをさ、意識して、歳出を減らしたかっていうと、いや、とんでもないですよ。2021年の8月24日ね、環境や福祉政策に、10年間で 3.5 兆ドル、ね、規模を投じる予算編成方針を賛成多数で可決してるわけですよ。ね、で、あとね、バイデン政権が掲げる気候変動対策や子育て、ね、教育支援を盛り込んだ大型歳出法案を民主党単独で可決するための環境が整った言ってるわけ。ね、債務上限問題でさ、もう決まった話なんだけど、それについてさ、ね、結果的に、どうしたかっていうと、それが終わった途端に、また歳出の話ですよ。ね、それで、ね、アメリカの、ね、会員では、その2021年の9月31日ね、予定していた、1兆ドル規模の超党派インフラ法案を採決をね、先送りして、で、環境福祉政策にね、先ほどの、3.5 兆ドル予算、もうこれ決まっちゃったわけじゃん。ね、だから10年間で 3.5 兆ドルを、ね、歳出するんですよ。で、ね、その後に、ね、実際に、この削られたものはさ、ね、アメリカのアフガンの撤退ですよ。2021年8月31日。ね、で、今までは、ね、その、アメリカがさ、こうね、軍事力でさ、こう動かしたことで、自分たちのその、ね、債務上限問題が出て、で、もう多分この時には、ね、ロシアがウクライナに侵攻するように仕向けられてるから、ここの、ね、ものをロシアの方の、そのウクライナ側に、ね、移動した方がいいっていうことで、多分これ撤退したんですよ。で、これを今、そのトランプが、ね、これによってアメリカが、いわゆる弱い立場になっちゃった、なんてこと言ってるわけだよね。だけど、これもさ、日本は700億円くらいね、アフガニスタンに、その、支援してんですよ。だけどさ、ね、この、まあ、アメリカってさ、怖いのは、やっぱり、こう、外のさ、国に対してね、いろんなことを仕掛けてくるじゃん。で、これだってさ、ね、その、そもそもさ、やる必要があったかどうかって考えると、やる必要なんかないんですよ。まあ、あくまでも、どっかで戦争やってないとね、その、
まあ、武器のさ、商人の人たちね、まあ、これはまあ上の人がいるわけだからさ、まあ、ここが、ね、工場が止まっちゃうわけいかないから、常に作り続けてるわけじゃん。で、それを買い続けないとダメだからっていうんで、やってることなんだよね。だからこれも一応ね、撤退して、今度はね、同じ年の12月3日にね、今度はまたこの債務上限問題ね、2021年では先送りしてるんですよ、また。で、今度は、ね、2021年12月15日に、今度は、債務上限が、現行の28.9兆ドルから31.4兆ドルに増やしたわけ。で、これでまた増やしたよね。問題はさ、この僕は思うんだけど、債務上限の問題じゃなくてね、そもそもアメリカのさ、債務の問題じゃん。だからずっとこれをね、続けてきて、増やし続けてきたわけだよね。それで、まあ、今回、6月2日は、ね、その債務上限を一時的になくす法案ということで先送りなんですよ。なくすってどこですか？また債務上限を増やすってことですよ。だからずっとアメリカっていうのは、ね、お金がない分をどんどん増やし続けてきたの。で、僕が調べた限りではこれね、その2001年のそのね、大体6兆ドルくらいのものがね、5倍くらいになってるわけじゃん。つまり、この、ね、間、2001年から23年の間に、そのアメリカの債務ってのは5倍になってるんですよ。それじゃないと、アメリカっていうものが成り立たなくなってきちゃったってことなんですね。で、これがさ、まあ、今度は、ちょっとね、僕は怖いなと思ってるのは、アメリカのね、基軸通貨の問題ですよ。で、これさ、今、中国も、動き出していて、で、これさ、そもそもアメリカのドルがさ、基軸通貨になった理由って知ってます？これさ、ブレトンウッズ体制っていうのができて、で、これはさ、1944年の7月にね、締結されて、で、ね、1945年にブレトン、ウッズ協定っていうのを第二次世界大戦の後に国際通貨制度を決めたわけだよね。で、この時にさ、ね、アメリカのドルっていうのは、ね、資本主義国の基軸通貨として金1オンス35ドルと定めて、ドルと金の打換を保証した上で発行したのが、金本位制度になったわけじゃん。で、この時にさ、どういうことが起きたかっていうのを調べたんですよ。で、これは実際にそのアメリカっていうのは過去にね、2回債務不履行と同じ状況が起きてるわけ。で、これはね、まず1回目ってのは1933年の4月に大統領令の6102号っていうのはね、これは何かっていうとさ、アメリカ国民に対して保有する金を全て差し出すように強制したんですよ。で、それで、アメリカ人はね、1トル4オンスあたりを20.67ドルで没収、持っちゃいけないの。ね、ところアメリカ人持ってる金全部国に差し上げたんだ。で、それで、20.67ドルを国が買い上げて、ね、今度1934年には1トロオンスあたり35ドルに引き上げたんですよ。つまりね、そもそも35ドルで買ってないのに、ね、約15ドル抜いてるんですよ。で、その後だよ、ね、アメリカ国民っていうのは40%以上のこうね、富をさ集約されたわけですよ。で、さらに怖いのがね、いわゆるこのね、まあ、ニクソン、ね、2度目っていうのは、この1971年のニクソン大統領が、ね、米ドルの紙幣と金の打換を停止しちゃったわけ。ね、金本位制度だったわけじゃん。ね、ところが、その金の保有以上にお金が刷れないよね。そう、これ絶対無理なんですよ。金本位制度っていうものが、なかなか、そのね、金っていうのはほら、
埋蔵量決まっちゃってるっていうかさ、まあ、多少ね今でも取れてるんだろうけど、その分量でしかさお金が発行できないと経済って成り立たなくなっちゃったわけ。それで、ニクソンがね、このもうこれはやめようよって言っちゃったからドカーンと暴落したわけだよね。でそこで何したの？ 頭いいよね。この1974年にサウジアラビアと、ね、王家の保護、まあ、要するにその、ね、王様がいるわけじゃん。でこいつらってこの人たちね、要するに命の保証を、ね、してやるからっつって、ね、そのドルでしか取引できないようにしちゃったわけだよね。だからに世界中の人がこの原油買うのにさ、ね、いちいち日本だったら円をドルに変えて原油買う。ね、他の国もね、中国もさ、買うとすれば、元をさ、ドルに変えてから買ってたわけじゃん。ね、っていうのをやったから、要するに、またドルっていうものが強くなったわけ。つまり、ね、その、需要に必要な、ね、ものを購入するために、まあ、特に原油だよね、を購入するには、米ドルを使わなきゃいけないっていうことになって、まあ、これが一応ね、よくね、言われてるペトロダラーっていう、名前になってるんですよ。で、このペトロダラーで、結局、なんとなくさ、アメリカっていうのは、回復したんですよ。っていうことはどういうこと？何が言いたいか。これさ、次にどういうことが書くんですか？もう、サウジアラビアも、もう産油国の人たちって、ね、もういいじゃんと。ドルじゃなくても買えるようにしてよっていうことを、ね、まあ、中国も、ロシアも、ね、まあ、特にブリックスだね、の人たちが言い出しちゃったわけですよ。だから、もうさ、ね、基本的には、そのドルじゃなくてもいいよって始まっちゃったわけだよね。そうすると、ペトロダラーの価値、どうなの？基軸通貨ドルいらないよねって動きなんだよ。で今ね、中国も米ドルの債券ね、その米国債売ってるよね。でその債券が売り込まれてるとどうなりますか？また米国債の価値下がるよね。で FRB はさ、その利上げしたよね。で結局またそれでその債券が売り込まれて結局耐えられない、ね、その銀行がバタバタっと潰れてるわけだよね。これからまだどうなりますか？この動き止まる？止まんないと思うよ。明らかに止まんない。ってなるとどうなるの？ドルの価値っていらなくね？って話になっちゃうわけ。ね。でさ、今、デリバティブ取引っていうのがね、こう、わーっとなっててさ、このデリバティブが縮小するってなると、お金の分量はどっと減るわけじゃん。だから、今、世界中でインフレが起きてるわけ。で、なんで日本だけがインフレにならないの？それは、ね、要するに、働く人の賃金上がってないからですよ。だから文句言うわけ。ね、そんな、上げられちゃ困るんだ、言ってるわけだよね。とか、そうすると政府も、ね、上げちゃ困るよね。で、お米もそうだよね。もうコストすげえ上がってるのにさ、ね、また、米のね、金額をさ、政府が決めるわけじゃん。でもやってらんないっていうところで、やめちゃうやつ出てきてるわけよ。これ危険でしょ？食料が危機になっちゃったわけ。で、さらに、ね、今度はね、米もそうだし、まあ、酪農もそうだな。要するに、いろんな規制作ってさ、要するに、ね、増産させないわけじゃん。で、この間なんかね、ひどいよね。その、牛乳が余っちゃうからさ、ね、牛なんとか殺せみたいな、つって、ね、結局、廃棄処分にしちゃってさ、で、今になったらね、ほら、製造が間に合わなくなって、ね、この、流行り風邪がなくなっちゃったからさ、ね、製造が間に合わない。どうすんのよってことになっちゃったりね。まあ、とにかくね、やってることがもう、ちぐはぐすぎるわけ。で、まあ、話を元に戻すと、じゃあ、これね、アメリカのドルを守るためにどうすんの？アメリカは、ね、とにかく、ね、物を買ってもらわなきゃいけないわけよ。ね、だから今このね、日本のそのね、防衛力増強するための予算が出てきたね。で、あれでまたさ、いろんなその戦闘機とか買わされるわけだよね。で、それもさ、ね、調べたやつがいて、
ね、結局、ロッキードとかそういうところの原価知ってて、で、こいつを、ね、まあ、1機あたり100億円くらい乗っけて、日本に買わしてるわけですよ。で、それをさ、日本は買うために、また日本の国債を、ね、その発行するわけじゃん。で、さらに、ね、米ドル、アメリカのね、国債も買ってるんですよ。だから、アメリカを支えるために日本があるってことなんだよね。これさ、ちょっと嫌な感じじゃないの？で、僕は思うんだけど、この後ですよ。この後。これは、僕すごい危険だなと思ってるのは、日本は今んとこね、金融資産、ね、個人の金融資産が2000兆円以上あるわけだよね。で、じゃあ国はって言ったらね、1200兆円くらいかな、の借金なわけだよね。だから、海外から借りなくても、ね、日本の、ね、そのストックを国に回せるようにすれば、ね、国は問題なくクリアできちゃうわけ。だから日本って、ね、今、借金があって大変だ大変だって言ってるけど、要するに IMF とか外からのお金借りてないじゃん。で、ましてや、ね、米国債の保有率はナンバーワンなんだから、ね、いざって時にはこの米国債を使えばいいと思ってたかもしれないけど、これの価値がストンとなくなってんだよ。やばいっすよ。っていうことじゃないの。で、さらにね、じゃあどういうことが起きるんですか。もう明確に言ってるのは、ね、岸田総理が言った言葉、ね、これすごいなと思うのは、ね、確かに、ね、国の借金は国民の借金じゃありませんと、ね、明言してんだよ。ただし、ね、税金では支払っていただきますみたいな。つまり、間接的には国民の借金と同じこと言ってるわけですよ。ってことはどういうこと？今、この状況でどうするか。ね、アメリカにもね、金回さなきゃいけない。ね、で、国の借金もね、まだ余裕あると言っても800兆円くらいだよね。で、言うと、この国の個人財産を目当てにしてるわけじゃん。ね、目当てにしてるってどういうことですか？この余った金を税金に入れさせようっていう動きが出てもおかしくないでしょっていうことなんだよね。でね、僕ね、よくね、この財産税の話するけれども、実際にこれね、昭和さ、21年、ちょっと待ってね、正確な話しましょうか。この実際さ、このね、当時起きたことを話すると、ね、いわゆる、1946年だね、昭和21年に2月17日にね、預金封鎖が起きてるんですよ。ね、で、それは何かっていうと、天皇陛下のね、勅令っていうのがあるのね。で、これは、まず、大日本帝国憲法9条に定められた法形式で、勅令というのがあってね。で、天皇陛下がこれ始めるわけよ。で、その時に出たのが、金融緊急措置令っていうのが出て、ね、これは緊急勅令って言われてるんだけども、これが預金封鎖。ね、で、今度、5円以上の日本銀行券を強制的に、まあ、金融機関に預け入れさせたわけ。これが日本銀行、ね、日本銀行券輸入令っていう、ね、のを発して、つまり、今持ってる金、ね、一回全部銀行に入れてくださいと言って入れさせるわけ。で、この後に、臨時財産調査令っていうのがあって、で、これがもう強制的に個人の財産ずらっと調べられて、ね、それ申告しなかったらもう、しょっぴかれちゃうわけだよね っていうようなことになって、で、最後に、ですね、財産税、ということで、交付がされたわけ。で、これってさ、実際に起きていてね、ぜひね、ウィキペディアっていうので見てくださいよ、財産税。ね。で、そこには、いわゆる、富裕税っていうのは廃止されてるけど、財産税っていうのはさ、ね、臨時税って書いてある。臨時税って何ですか？いつでもできちゃうんですよ。っていうのが臨時税。ね、で、これでね、当時、10万円
を超えて11万円以下は25%、ね、で累進になってて最後1500万円を超えると90%税金取るじゃけ。で1500万ってまあ、ね、当時の金額で言ったら相当な金額だろうけども、要するに、ね、富裕層からもうこの税金で取るっていうねことになるわけ。で税金って一番怖いのは、ね、その決まっちゃったら払わなきゃいけないんだから。消費税ってそうだよね。一時さ、消費税反対しててね、私は消費税払わないとか言ったら、逮捕されちゃうんだからさ。捕まって強制的にね、取られちゃうわけだからね。とか、財産差し押さえられたりするわけだよね。怖い話なんですよ。で、これが、ね、実際にあったわけじゃん。で、今の流れ見てください。さっき説明した流れ。どっかで帳尻合わせなきゃいけないっていう理論でいくと、僕はこの財産税が一番怖いと思ってるわけ。だから、ね、これさ、今はもうね、債務上限問題っていうのはさ、なんか知らないけど先送りになったからっつってね、もう報道されないけど、ね、上限が決まらなくなったんだから。前はね、先送りだったんだ。だけど今回は先送りじゃなくて、上限をね、決めなくなっちゃったわけだから。その間にまたどんどんお金出してみなよ。その金は返さなきゃいけないお金ですよ、本当に。そうするとアメリカっていうのは恐ろしいのが、自分のところでは稼がないんだよね。他のところから巻き上げるわけじゃん。っていうような体制に僕はなるんじゃないかなと思ってるわけ。ね、ちょっと危ない話だけどさ、まあぜひ皆さんね、お金ある方気をつけたらいいよ。で、今ね、まあ、ここでは言えないけど、一応、まあある方の相談に乗って、あ、このスキームいいんじゃないのっていうことで、まあ実際にもう走り出してる人がいてね、で、これは、まあ、いいやり方だなと。で、それで、相続対策にもなって、まあ、財産税も多分それでクリアできるんじゃないかなとか。で、あとは、事業継承ね。もう、比較的しやすい仕組み。ただ、これってのは、言えば簡単なことなんだけど、実務的に落とし込むための手段が、少々ハードルが高いんですよ。だから、現金で、まあ、そうだね。5億円以上持ってる人は、ぜひね、このスキムで、やったらいいんじゃないかなと思いますね。ちゃんと合法的な話ですよ。変な、ね、なんか、怪しい話じゃなくて、ちゃんとした形で合法的に、子供たちに資産を移す、ことができる。また、ね、合法的に、お金をね、まずは、その仕組みに乗っけて、で、あとは、ぼちぼち回収するっていうね、手法があるんだけど、まあ、それを今ね、考えて、実際にもうお客さんに、いや、この仕組みでいきましょう、みたいなんでね、走り出しましたんで、ぜひね、5億円以上だね、2億くらいでもね、やってもできないことないんだけども、この規模が大きければ大きいほど、効果はあるんだけど、ただ、10を超えるとね、なかなか難しいかもしれないね。だから、なんかそういうね、仕組みがあるんで、まあよかったらね、CF ネットの方に問い合わせしていただいて、まあ、クラシがこんなこと言ったんで、話聞きたいって言うんだったら、いつものように、三崎に来ていただいて、平日にね、三崎塾のね、本陣に泊まっていただいて、その宿泊の代わりに僕が無料で、ね、個別相談するっていうわけわかんなくて。前はさ、三崎国くらでね、夫婦でご馳走になってみたいな話したんだけど、やっぱこう担当者がさ、つかないとさ、ね、なかなか処理できないから、担当者までご馳走になっちゃってさ、まず悪いっていう気持ちはあるし、こっちもあんまり飲みすぎて体に良くないからね、じゃ飲みはなしにしようってことで、まあ、今回はね、宿泊をしていただいて、快適ですよ。わざわざ、まあ、来ていただかないとね、うちが行くっていうわけいかないんで、まあ、ぜひ来ていただいて、それでもね、相談に乗ってもらいたいっていうんだったら、ぜひお声掛けいただければいいんじゃないかなと思います。ということで、ちょっとまた言い出すとね、もう時間ちょっと超えちゃったからさ、まあ今日はこの辺にしたいと思います。それではまた。